今回は国道1号で静岡を横断すると何時間かかるか。私たちのふるさと、ただ静岡は横に長いからな。というのもね、以前新潟県を横断するのに何時間かかるかっていう企画をしたんですが、お前ら静岡をなめんなっていうコメントもちょくちょくあって、今回は高速を使わずに下道で横断してみようという企画も含まれております。私でさえやったことないかも。いやでも新潟県民誰もしてないって言ってたんだよ。あ、本当？新潟横断はね、全部横断すんならやっぱもう東名使っちゃうもん。そうでしょうね。でしょうね。でしょうね。マジで何時間かかるか予想できてない私は。また前回国道1号の始まりから神奈川県に来たので、前編と一緒に楽しんでいただきたいなというところで、はい、箱根峠越えて静岡県入りましたからね。そうなんです。ということで今いるのが箱根、一旦休憩してパワーチャージしてから静岡走りたいと思います。はいはい。こちらが道の駅箱根峠。これ右手にあるのが芦ノ湖になるのかね。わー綺麗、芦ノ湖穏やか。すげえ、あれゴルフ場でしょ多分。ゴルフ場です。静岡行く前にいきなり飯食うっていう。これからねちょっと長い長い静岡走んなきゃいけないので、山かけいただきたいと思います。芦ノ湖を見ながら。なんか穏やかだね。さあこっから静岡県。ありがとう箱根峠。標高846メートルから静岡県関南町スタートです。11時半スタートとなります。はい、神奈美町かな。神奈美町か。ここ、ね、わすごいな神奈美町。何時間かかるんだろう。いやでも富士山見えないから脇見せずにすぐ終わるかもしれない。この神奈美町自体は観光資源っていうイメージないんですけど、南にすぐ熱海市があって、箱根温泉も有名ですけど熱海温泉行く人も多いですもんね。はい、友達も住んでたし、うん、静岡市から車で小1時間かな。熱海の秘宝館行ってたんですか。秘宝館行ってた。やっぱり、うん、やっぱりめっちゃ面白いよ。ずっと爆笑してた。あとね、熱海も花火大会結構開催されてて、めっちゃ花火好きやん。ただこんな好きって言ってるけど、長岡の花火大会行ったことないのよ。まさかそん時太平洋から日本海側に嫁ぐとは思ってないもん。いやマジで私静岡から出ないと思ってた。出ないつもりだった。いやびっくりよ本当に。いずれ県外に住もうとかいう願望もなかったもん。いやね、道ボコボコすぎ。神奈川の時は道整備されてたけど、うん、静岡はされてないんじゃない。さあもう関南町終わりまして三島市に入ります。三島市はですね、私の父親が生まれた。あ、そうなんだ。はい、ところになります。三島もめちゃめちゃ歴史あるからね。あ、そうですね、うん、東海道では11番目の宿場町として古くから栄えたそうです。下の方伊豆半島ありますもんね。うん、伊豆がでかいんよ。伊豆でかいっすよね。マジででかい。あ、もう三島大社もあるんだ。そもそも静岡徳川家康いるからね。家康が老後過ごすなら静岡だって来たから。おーおー、富士山、うん、見えない。見えますね。相模湾から駿河湾になりました。両方富士山が水源になってるから。何これ、ドラゴンキャッスルあるよ。めっちゃ面白そうじゃん。こんなところに、うん、標高高いところにいたんだなってわかるね。うん、こういう見晴らし台あっち側なかったね。なかった。おー、うわーすごい、形がわかる。これ何、スカイウォークか。三島スカイウォーク。そんなあんの。新ところ行ったことあるんですか。三島スカイウォークもある。マジで、うん、めっちゃいろいろ行ってんじゃん。24歳まで静岡にいたからね。確かにここの橋から景色バリオだったよね。デートスポットみたいになってんの。吊り橋効果で言ったら本当の吊り橋があって、スマタ橋っていうのがあるのね。あの大井川鉄道の方。スマタ、スマタ橋。スマタ、うん、あのそこだけ終わんないで。今日もつっていうところがあって。今日って何、狂う今日。警告の今日。あの狂わないで。本当に結構怖い吊り橋渡る。何その卑猥な名前。大丈夫だ。そんな風に思ったこと一回もないわ。漢字わかんないからさ。あ、そうだね、うん、ちょっとやめてよ静岡。希望感もあるし。だからもうリニアで揉めんだよ。関係ない、リニアはまた別の話。あ、別でした別でした。県庁さん美人に甘いんでしょ。美人で賢い子大好きだそういうのがこう失言で出ちゃってる。このご時世よくないよ。よくないですね。これあれじゃあコンビニとかであるロックアイスのロックアイスのところ。すごい。なんか、ね、静岡と富山の関係性って言ったら、富山は白エビ、うん、静岡は桜エビ。お、紅白なんですよね。静岡も本当に魚介梅ですもんね。マグロとかね、まあ、赤身強いよね、うん、お茶もあるし。お茶もあるし、わさびもあるし、みかんもあるよ。伊豆フルーツパーク、バスを観光スポットになってるじゃん。来た
川公園 GEO って何 GEO って何の略かって全然わかんないけど柿田川公園は湧き水聞いたことありますよ、うん、東海道の松ですかいやもうそうですねあそうな知らんけど桜と松でいいね桜松富士富士はちょっと幻の富士になっちゃったかな富士どこや三島市もすごいねマンションいっぱいあるねまあ三島一応新幹線止まるからねえそうなんや小玉が止まるあらジローあるラーメンラッシュの店味の新幹線マジ気になるあそこにみんな行き着くわけでしょ、うん、すするさん行ったことあるちょうどでも柿田川の横通りますね長良川四万十川とともに日本三大清流の一つになってます柿田川がそうなんですただ全長が約 1.2 キロと日本で最も短い一級河川らしいです、うん、ちょっと見てみたいな、うん、え見る柿田川いや見ない降りたら帰れなくなっちゃうからそうだ、ね、こう一個一個本当に寄りたいんだよ、うん、めちゃめちゃそうそう車買い取り落書きいっぱいされて治安悪い富山落書きが珍しいからさ珍しいのすぐニュースになるよたまにすごい上手な絵とかあるじゃんやるならちゃんとやってってすごい思うまあザ・チェーン店って感じあーでもスタバのドライブスルーがある都会だ都会かなもうなんかあらゆるチェーン店があるなここは、ね、すごいなそんな密集するんや三島市終わって清水町寸東寸東区って言うんだ、はい、よめんよめんねよめんは急にでかっでかっもう大切にしてますねで、まあ、1.2 キロ全部公園だから柿田川の周りなんかスーパーあったんだけどあーこの右手でしょあ今あったやつサントゥームーンじゃないのサントムーン柿田川天神屋何これは静岡ですあそうな静岡のローカル店寿司弁みたいな感じそう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 本当に弁当屋あと静岡おでんとか天神屋の中で本当にグツグツ煮られてる金子さんち行ったら出てきた静岡おでん、ね、各店舗にそのおでんが絶対あるからか天神屋の匂いってあんのよどこの店舗同じ匂いなのさあこちら多分バイパスっぽいっすよね、はい、バイパスですなったから伊豆カッパは有名な伊豆はところてんすごく名産なのねどれ富士山マジで目の前じゃないえあれ富士山なちょっとわかんないさあそしてこっから長泉町東海道新幹線から富士山の写真ね撮れるスポットあるよねあるあるあるあそしてこっから沼津市はい沼津市入ります一瞬高速透明ありますけど寄らず新透明もあるじゃん透明だけだと混んじゃうからでも国一のこのバイパスありがたいっすねこちらの沼津市は駿河湾に面しており水産業が盛んで静岡最大規模の港がある町となってますね干物の町と言われていまして富山でも売ってたと思ううん売ってるスーパーとかにもたまにある見ますよね、うん、それでだから沼津やっぱ知ってますもん、うん、あと気候が温暖で観光拠点として便利なため明治時代から別荘を建てたり皇室も構えたことあるそうですよ、なので海のある軽井沢と言われていたそうですよそれちょっと言い過ぎだかもしれないけど私このバンカラ系列でバイトしてた麺揚げとかしてたみんなカフェとかでバイトしとったけどねそうあララポートあるじゃんてか右車線バリ込んでるしみんなララポートララポート行くんか、うん、大富運輸か分かんないけどでっかいね富じゃなくてふって読ませそうだけど富士山の富士山やからねさあ富士山見えるのかそろそろ見せてくれ富士山静岡まで来たんだあのほら裾で感じ取って嘘でしょこれ桜並木有名なんですかねそうだすごいねめっちゃ桜長い距離で結構ある、うん、さあここで2車線本当に建物ないね見えない富士山がトラックのせいでいや元から見えないの長いなここすごいね何本桜植えてんのよ終わりですね桜並木終わりです5キロほど約600本って書いてあったよあそうなんや あとさっきからさ富士山見えないっつってこれ言ってたけど、うん、富士山さらに奥麓も分かんないじゃんじゃあ、うん、あヤマハ出てきた静岡といったらヤマハやんヤマハですよヤマハなんかいろんな有名な企業の工場が国一沿いに見れてびっくりするわ何マムってスーパー何マムってスーパーですフードマーケットマム静岡かあそうなカインズもでっかオートバックスでっかあ鶴見製紙って会社あるんださあそして沼津市終わってこっから富士市に入りまーすはーい富士山じゃんさあそんな富士山がこちら見えたらかなりでかいからね、ここだとそうでしょ謝ってください動画をねご視聴の皆様、はい、静岡県を走っているのに一切富士山を見せなくてすいません今富士市調べたところ、はい、東海道新幹線から見える富士山の写真はだいたいここから撮ってるそうですはい差し込みでどうぞで豊富な地下水を利用していることから製紙業が盛んで特にトイレットペーパーは全国率 31.5% で生産量日本一だそうですだから煙突多くない煙突から煙出てんの
どめっちゃ多いよ。しかもさっき鶴見製紙ってあったから知らん製紙会社やなと思ったら、うん、そういうことなんですね、うん、めちゃくちゃ工場いっぱいあるね、うん、富士山の水こんな使われ方して大丈夫、うん、いいんですよいいんですか、発展のためならリニアで製紙業にも影響出ちゃうじゃないリニアここ通らないあ通らないよかったもっと静岡県の上だからあよかったよかったよかった、うん、すげえなめちゃくちゃ工場いっぱいあるね富士市は、うん、工場の町マジで煙突町のうお新幹線新幹線東海道さん絶対怒ってる富士山見えなくて何のために東海道新幹線乗ったんだって言ってる世界遺産の日本の松原も、うん、富士山が見えるからだからねそうでしょ富士山も見えないしリニアも通さないしこのタイミングでリニアの話は私に振らんで日食あるじゃん日本食品があるプラントでそういう食品作ってんだねすごいねすごいなおお日以降だあったんだ富山の日以降こんなとこにあんじゃん富士山の水使ってんじゃんいやおもろいねここ結構お金持ち多いんじゃないこんだけプラントあんのすごいわあとそうだ静岡って言ったら鈴代です何鈴代ってもういろいろしすぎてて一言では言えないアイリス大山みたいな鈴代グループなんよあでもこれ旭化成の工場ですよめちゃくちゃでかいなおイオンタウン富士南あスタバもあるでこれが杉代かなんかカラフルいいね鈴代あ鈴代ね漢字であの鈴代なんだここは物流センターらしい、うん、大手に就職して東京本社で働くのかと思ったら富士市の工場へこんでる人もいるんかねえ富士市ですか私、うん、東京じゃないですか配属、ね、配属でそんな人もいるでしょうよ、うん、東京から富山就職した人結構絶望してる人多かったもん離職率高いんですよだから離職率の一番の理由天気なんじゃないかな太平洋側の人が日本海側に暮らすと、うん、もう日照不足でちょっとやみやすいみたいなね ありますね、うん、東京の人からしたらちょっと辛いんかもねうん道の駅富士が見えてきました国一の2個目の道の駅まだ2個目正直静岡の真ん中ら辺で国一半分ぐらいだからねせっかくなんで寄ってみますかさぞ富士山見える場所に作ったんかねっていうあっち側はね富士山見えるああそうなんだあっち側は見えんよあでもそばだけだねスマルテかな分かんないこっち側はあんまないんだあっちなんだねあっちは、うん、そうすごいさあここが富士川うわ広河川敷がね大変なことが起こりましたこの富士川越えて50Hz から 60Hz に変わりますなんでこの富士川から東が東京電力で西が中部電力になるそうですもうプロモヘルツ変えないといけないわ、ま、ビルビルビルってなっちゃうからでも 60Hz でやってたからこのカーナビ映すときずっとカチャカチャなってる、ね、そうやねあーそしてこの富士川越えてようやく静岡市入ります静岡市だけど元清水市なのね静岡市が政令指定都市になった時に静岡市清水区に変わったのでこの清水はちびまる子ちゃんああそうだ実際まるちゃんが通ってた入江小学校も現在もあるんですよねある結局作者のねさくらももこさんが清水生まれなのであ海沿い出てきましたねずっとこっから海で工場日本電極っていう工場と日本系金あ日本系金属だうわすげえ海あな濁ってるぞ濁ってるね前半で出た箱根の前みたい野桜咲いてますよ富山だったら山に桜なんかまだまだなにさっき清水区ちびまる子ちゃんって言ってたんですけどエスパルストリームプラザにちびまる子ちゃんミュージアムがあるみたいですねあと静岡清水線っていうちびまる子ちゃんラッピング電車運行してた時もあるみたいで、うん、透明かうわーやっぱり国一は下を通らされる台風の時もやばいよ海のしぶきとかになるから通行止めとかだよ、はいはいはい、右は東海道本線かこれで東京行ってたわけでしょ行ってた行ってた静岡から ねでこのスマルテもローカル、うん、桜エビのかき揚げが乗ってるっていうスマタ亭かと思った出た駿府とかね通が好きなの通始まりあでこれが桜エビで有名な由比漁港めっちゃ船いるじゃんすごいよねこれすごいこれ私が結構よく行っててあそうなん普通に銭湯みたいないろんな種類のお風呂とかね泊まれるとこもあるらしい専門卒業して出産前までだから静岡で介護の仕事をしてたしてたいやそうなんだ夜勤明けでここ来たりとかしてたその頃からもう車持ってたんで一人で来たとかうんだから私結婚して富山に行きますって決まってから免許取り始めてるからその時は多分友達と一緒にの車で健康ランド行ってんの、うん、そうそんな友達と行くような場所なんだよこれが清水港になってますねキリンみたいなのいっぱいある、うん、エスファズエスファズはなんだろうなあやばいかなバイパスやったか普通に精神バイパス一応1号扱いじゃないあもちろん1号扱いですけどこのバイパス行ったら静岡市街地通らないあそう通らないねだいぶいいとこで1号に合流するわバイパス通るとマジでバイパスしか見れないからね、うん
いや1号です。168キロ。いやだいぶ巻いたねバイパスで。おいいね。名古屋197キロ、浜松89、藤枝36。ここはちょっと市街地通る道だから混むんかな。まあ、時間帯的に混まないか。こちらの静岡市、世界遺産に指定されている三保の松原や駿府城、そして清水港や静岡浅間神社、国宝に指定された久能山東照宮など観光都市になってますね。はい、東横井も東京横浜のところあんま見んかったね。あ、なかったね。1号線沿いはなんか、まあ、駅前だな、やっぱ東横井は。それこそ東横井の名前の由来って東京と横浜の中間にある場所が一番最初にできたホテルだから東横井なんですよね。ここの南ら辺ですね、ちびまる子ちゃんのいた場所。清水駅行けば多分ちびまる子ちゃんの何かしらが置いてあると思うよ、はいはいはい、で、まっすぐ行ったとこにちびまる子ちゃんランドがあるんですね、うん、ごめん、ここ右だわ。あ、これ右ですね。あ、いいじゃん、ロータリーでちょうど出れる、うん、最高。うわ、久しぶり。あ、もうバスもちびまる子ちゃんだったね、うん、あ、静鉄バスですよ。サッカーしてるから銅像が。あー、清水エスパルス。そう、素晴らしい切り返しだったね。ロータリー行けばいいやつ。で、また次左になりますね。何これ、コイト製作所、安全を光に託して航空電子、あ、そうなん、すごいな、電子工場。こんな街中に工場あるんだ。弥生県めっちゃできたな、知らん間にめっちゃできてる。あら、ミスに行ってここに工場あるんだ。駿河製って書いてあるけど、あとサッカーね、富士総裁っていうんですかね、これもめっちゃ見えるんですよ。葬儀場ですね。そう、シズギン IT ソリューション株式会社って書いてある。ソリューション、静岡県のデカ、これ本部らしいよ。激デカじゃん。そして何これ、大学があるやん。トコハ大学。トコハ、これは何工場や。大和製紙なんて読むんだろう。ここが私がバイトしてた系列店。 あそこでバイトしてたわけではないんだ。ヘルプで行ったことはある。あ、すごい綺麗な建物多いね。菊池なんかめっちゃ綺麗やし。木内な、こんなとこにこれができたんだっていう気分でさっきから見て。あ、新しいんだ。だってアピアもめっちゃ建物新しくなってて、アピアかどうか分かんなかったもん。見逃しちゃったけど、介護で働いてた場所はまた違う場所なんですか。全然違う場所。藤枝東静岡駅、梅ヶ島行ったことあります。行ったね、この間ね。え、サウナあった場所が出てきた、うん、ここかって感じやね。で、こっちが東静岡駅か、うん、そうなんや。静よ、静よ、いつも静よって言うけど静岡の静よじゃないの、うん、静よ。でも至る所にあるでしょ。何してんのか分からんけど、これは住宅リフォーム。なんで広島カープ、野球はカープじゃけって言われてるけど。この交差点なんか交通量えぐいね。長沼の交差点かこれ。うん、長沼ですね、うん、長田。あ、ジーンズショップです。どこも静岡ビルって書いてました。あ、そうでしょ、うん、あ、これね、よく見るタワマン。あれ、なんか新潟のタワマンもこの形だな。てか東静岡駅めちゃくちゃ綺麗ですね。新しいんだよ、ガラス張りで。あ、そうなんだ。新しいよ。でももう何年経ったって話だけど、うん、で、このグランシップっていう要塞みたいな建物があって、そこはなんか成人式の集いとかする、うん、このマーク、マークイズはファボーレ的な富山で言うと。マジでマークイズ静岡すごい。H&M、ザラ、ユニクロ、無印、まあ、イオンとかそういう感じの。これ金子さん行ってた専門学校じゃないの。で、産業技術なんや。違うの。インターナショナルエアリゾートとかあったかな。あったんかな、昔。小原ずっとある。あ、そうなんや。で、左曲がると静岡大学、はじめ社長いるじゃん。はじめ社長の家ですっていうのはあっち側に看板があるかもしれない。そうだね、だから目の前がもう本当に静岡市街地ってことでしょ。そう、混んでるね。混み始めるんかな。あ、静鉄ヒロアカデミー。ほんとだ、でかい建物増えてきたね。そうですね、でも本当に駅前って感じかな、うん、静岡市でもね、調べてみたら人口多い割にタワマン少ないんですよ。これ理由があって、南海トラフ巨大地震による建物倒壊の懸念からマンション化率は政令指定都市の中で最も低くなってる。だからあえて人口めっちゃ多いのにマンション作ってないらしいです。高い建物やめとこうっつってね、うん、だから政令指定都市の中で一番マンション率低いから新潟市よりもマンション低いんですよ。いや、新潟めっちゃあったよね。あったあった、うん、あ、でもやっぱ東京より安いわ。最大800円。今回ホテルで、あの1日泊めていくらなんでしたっけ。夕方に泊めたよね。6時半前に出したら5100円。駐車料金5100円。泊まったカプセルホテルいくら。7000円です。あー、じゃあ超えてはないんか。もうめんどくさくて安いとこ探さんかった。私も悪いんだけど5100円っつって。これ左手が静岡駅ですね。あ、県庁があるよ。静岡県知事がいる。うわー、はい、静岡駅。静岡駅、まあ、思いっきりパルシェっていう駅があるね。お前、まあ、駅自体は古いよ。商業施設はちょっと離れてるってこと。商業施設はないよ。このパルシェが駅ビルがそうなんだ。で、
目の前は松坂屋っていう百貨店、ね、ああはいはい、この目の前のでっかいの何、静岡パルコ、なんか葵タワーって書いてる。じゃあ葵タワー、まあいろいろ入ってるんです、ね、いろいろ静岡市の美術館とか入ってたり、うん、あれでもこれも葵だよ、 AOI です。葵じゃねえ、葵と書いて AOI、 AOI ややこ、あのパイプオルガンとかがある音楽すごいごちゃついてんな、懐かしい。ここ生まれ育った静岡市へ、で今もう市街地っぽいのから抜けた、県庁も駿府城も街中っていうのはさっきの右側、残念だって1号線走んないといけない、そうだね、もう抜けたんですよ。逆に浜松はいっぱいあるんかな。いや一緒でしょ、一緒か、だって地震の影響でって、やっぱ地震でかな、地震関係ねえみたいな感じで、いやそんなことない作ったるタワーはみたいな、ないかな、そんなことない、ないない、ない大聖寺CM めちゃくちゃローカルやん。そうローカル、静岡の人あーってなってんの、今やってるか分かんないけど、ね、私の記憶には刻まれてるけど、ね、でも富山のローカル CM もそうじゃん、ね、今やってないじゃん、やってないよね、うん、テレビが全盛期の頃の CM をみんな覚えてる感じですよね。あそう、あ何タゴジュスーパータゴジュあるあるアルピスではない。やっぱ混雑するから中央分離帯変わるじゃん、うん、これこっから2車線難しい。あ、安倍川でーす。さあ来た、安倍川、川幅の割に水少ない安倍川よく覚えてるな、うん、カスカスじゃん。ああまあまああるよ、ああある方、ある方、うん、思ったより静岡市抜けたら雰囲気変わりましたね。はい、めっちゃ山じゃん。国道1号2つに分かれるんだ。でここはマリコって言うんだけど、マリコ宿場町だったんだよね。さあこっからバイパスに入りましたね。なんか作ってるじゃん道、こっから新東名のなんか入り口作ろうとしてんのかね。国道1号の地滑りをなくすための工事をしてました。じゃあ足場だ、これも含めだね。うん、本当に山のキワキワ走ってるもん、ね、そうなんだ。今1時52分11時半出発か2時間20分経ちました。静岡長えわ、長えわ。このままで行くと3時間は絶対超える、うん、箱根峠見てたから、また山登り始まると思ったらガンガントンネルでした。まっすぐです、うん、まあ、普通そうですよね、結構まっすぐです、うん、さあトンネル越えて藤枝市入りました。藤枝明誠っていうサッカーが強い高校があるのと、またサッカー有名なんだ。そうそうそう、あとお城もあったみたいで田中城ってあったらしいですよ。へえ。で左行くと焼津がありますね。魚センターっていうのもあってね。あ、そうなんや。マジでそこ好き。私その焼津魚センターが職業体験の場所だった。あ、そうなんや。だから焼津市は藤枝市のもうちょい南の方なんですよね。でさっきから国一の藤枝バイパス取ってるんですけど、4車線化目指してるってちらほら書いてるんですけど、一個も工事進んでないですね。やろうとしてる雰囲気はあるけど、全然動いてないんですよね。うん、藤枝市民ずっと思ってんじゃないの。これ4車線化するのにさ、結局トンネルもう一個ってことだから、うん、結構だるいよね。かなり大掛かりだよね、うん、今ね201キロになりました。200超えました。765キロメートルのうち200キロしかまだ走ってないよ。全然や、果てしない。あれバスクリンじゃん、あのバスクリン、あのバスクリンじゃない、ここで作ってんのバスクリン。あら空港出てきてるじゃん、静岡空港があります。あマジでこんなとこにあんだ。でももっと先、もっと先、もっと先か、うん、さあトンネル越えて島田市入ります。島田市は何があるんですか。島田市はですね、はい、友達がすごい大井川鉄道の SL など、そうだね、話題のね、日本で唯一アプト式ラック鉄道って言われていて、急斜面でも滑らず運行できるようになってるんですよね。機関車トーマスとかのやつも大井川、大井川鉄道トーマスがねいっぱいいて子供がめっちゃ喜ぶっていう、うん、あら4車線化してんじゃないの、うん、違う、真ん中見てよ、結構ほんまや、あ進んでんじゃん。島田市は4車線化工事頑張ってますけど、藤枝市は全然進んでなかったよ。そうだね、こんな進み具合じゃなかったね、うん、市長。そしてここが今話題の大井川です。新大井川橋、新しく作ってんですね。ね、安倍川と本当に似てますね。この上にリニア通すってこと、もっともっと多くってことだよね。上の話もう水源の話でしょ、うん、はい、掛川市入りました。はい、入りました。こちら掛川市ですね、農業が主要産業の一つで、緑茶の栽培は全国屈指の産出量となっております。お、静岡茶いっぱい作って、ほら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 、静岡といったらやっぱお茶ですもんね。そうですよ、金子さん家行った時緑茶出てきましたもんね。何か出す時は緑茶だね。それはもう静岡県民だからだと思いますよ。あ、ここも道の駅あるんだ。あ、ほんとだ、掛川なんもないね。1時間ぐらいずっとバイパス。静岡県が長いって、まあ、実際長いよ距離的にも、うん、でも
感覚的にも長いって感じさせちゃうのはこのバイパス、これのせいもあるんじゃないかな。一車線しかないからイライラもしそうだよね。そうだよね、おっせー前の車の速度に合わせなきゃいけないっていうのがあるから。いや確かに何も変わり映えしないね。そんな住宅あるわけじゃないのに外が見えないよね。見えない、防音対策。何それ。いやこれが静岡の国一ですか。大変っすね。やっぱ最初は全然余裕なんだけど、静岡市過ぎて藤枝入ったあたりから、うん、あれ長くないって感じ始めてきた、うん、お道の駅掛川、こっち側セブンイレブンあるけどこっち側どうなんだろう。こっちはでかいけどこっちは、あこれ左、そう終了終了よれず終了。なんて悪くないこれ、悪くない、何のあれか分かんなくない道の駅っていうさ、矢印ないねないねないね。あーもう静岡ダメださ。静岡泊まりたかった。高速のつもりで走っちゃうからさ、うん、道の駅一回お知らせしてあともう急に分岐するじゃん、うん、この分岐は道の駅の P なんですかっていう。しかも道の駅なかったよねパッと見、うん、なかった。一周ぐるっと一緒のとこでしょ。そうあっち側ですね、ハイウェイオアシス方式だからマジで行けなかった。道の駅掛川行きたかったな。あるあるじゃない。ようやくちょっと降りてきた感がありますね。コンビニが現れました。あーでかい田舎の駐車場。バイパスえぐいねマジで。えぐい、これ静岡県民みんな思ってるわ。コンビニで休憩して今233キロです。これは何、毎日ボールはお世話になってない。あー来た、こっから袋石。袋井はエコパスタジアムっていうのがあったんじゃなかったかな。あまた桜すごいね。台は企業桜です。地域の人に楽しんでほしいから。あそういうことなんや。こちらの袋石、なんと東海道53次の宿場の数では江戸から数えても京から数えても27番目の中間地であり、国道1号の中間地点でもあります。なるほど、ようやく中間。長い長いね。あとはですね、炭焼きレストラン爽やかの本社は袋石だそうですよ。はい、国一沿いに爽やか見つけれんかったの。うん、ないっすね多分。まあなんかビッグボーイみたいですもんね。そうだね、本当にそうですね。知らない工場と、あシンドラ だ, 本当だ。あシンドラエレベーターだったけどなくなって司になったってこと。何でこんな、でも中古車、自動車めっちゃある。あ USS 静岡って書いてる。さあそして袋石が終わってこっから岩田市でーす。はーい、ジュビロ岩田は今 J1 ですからね。岩田を本拠地としてるね、ジュビロ岩田は J リーグ開幕当初からあるね、うん、なんか有名ですもんね。そうそう、やっぱりサッカー人口マジで多いからね。だからホームスタジアムちょっと見てみたいですね。岩田市結構いっぱいあるね、マンションもあるし。ゴン中山いたよね。いた、それで結構覚えてるわ。そうそう、 J リーグ全盛期。あーちょっと晴れてきたね。ちょっと眩しくなってきたな若干ね、うん、晴れというのか。富士山見える。富士山、富士山遠くなりまして、もう無理。静岡4時間ぐらい行って富士山1回も見えないなんて。さあ天竜川です。川の長さ 213km と全国で9番目に長い川となっております。はい、でこの水源なんと富士山ではなく長野県の諏訪湖になります。おー富士山じゃなくなった。いやまあちょっとね距離できたからね。富士山ようやくこの天竜川を越えて浜松市入ります。やったー。私が静岡住んでる時の浜松のイメージはブラジル人がすごく多い。というのもやっぱ車の会社めちゃくちゃ多くて、はいはい、ホンダ発祥の地でも有名ですけど、うん、鈴木やヤマハの本社があるのもこの浜松市です。さあこちら左になります。豊橋も出てきた。急に分岐するやん、ね、海外の方多いって言いましたけど東海工業地域の中心地域でもあるので、はい、完全に工業の町で、車も有名ですけど楽器の生産も有名で、先ほどあったヤマハはピアノも作ってますし、ピアノですね、でヤマハだけじゃなくて可愛い楽器製作所ローランドの本社があるのも浜松市で、はい、なんと日本の三大楽器メーカー全て浜松市にあります。はい、楽器の町とか音楽の町って言われてなかったかな。そうだよね、浜松うなぎパイのイメージしかないな。本当うなぎパイの発祥の地だよ。浜名湖はうなぎの養殖してますから。そう、夜のお菓子どういうこと、まあ、元気が出るとか。元気が出る、需要競争みたいな。エロいな。いやエロいんが、まあ、夜まで頑張れるぞっていう意味だと思って。あーなるほどね、戦えるぞっていうことで。そう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 、うん、そうそうそう、何でもねエロい身にしちゃダメよ。夜のお菓子って言ったらもう完全に、まあね、でもみんなおーってなるよね、うん、こちらの浜名湖うなぎだけじゃなくて海苔、牡蠣、すっぽんなどいろいろ養殖してるみたいで、特にうなぎが有名ってことですね、うん、いや本当に浜名湖の周りうなぎ屋さんボバババババっていっぱいあるからね。そうなんや、うん、これでも調べてみたらうなぎの養殖トップは鹿児島で、うん、2位は愛知、
3位は宮崎、実は4位なんです。そう、めちゃくちゃ低いんですよね。でもやっぱうなぎパイだからだよ。この国道1号は市街地は通らないんですね。通らないんだよ。右手にさ、高い建物見える。あー、めっちゃ高い。何あれ、アクトシティ浜松だったかな、高い建物あれくらいじゃない。絶対最上階で夜のお菓子食いながら下を見てるよ。バスローブでうなぎパイ食っとるわ絶対。イメージ、浜松って今ちゃんと言ってるけど、うん、普通に言うとき浜松っていう。静岡弁でみたいな感じよね。そう、静岡は静岡っていう。金子さんのお父さん言っとったよね。そうだね。ちょっと日が陰り出した感じがしますね。なんか夕方感が出てきたねえ。まだ3時半ですけどね。あー、もう名古屋、岡崎も出てきた。浜松は名古屋や。いつの間に静岡市じゃなくて浜松が人口を抜かしたんかね。そうなんよ、いつ令和にね。浜松市が79万人、静岡市69万人。でもやっぱ浜松10万人違いますね。静岡市と浜松市データ見比べて調べてたけど、対立してるみたいな感じはなかったよ。富山もそうだけど、五星とごとでちょっぴり文化が違うみたいなものはあるかもしれない。あー、それはありそうですね、うん、浜松に関しては愛知寄りというか。あー、買い物行くにも愛知行くよね。揉めてる感覚はないけど、ライバル的な感じではいるんじゃない。観光地浜名湖パルパルとかあるし。何それ。浜名湖パルパルのキャラクター、柳瀬先生がアンパンマンの作者。すごいじゃん。あ、浜松、ごめん忘れてた、餃子。あ、餃子か。気づいたらいつの間にか浜松が餃子の消費量を宇都宮から上回って、なんか気づいたら浜松餃子って言われるようなものができてた。浜松市何が有名か調べたら面白いのあったよ。全国の市町村の中で道路の長さ全部合わせたら浜松市が1位だそうです。これはもう道路企画として。知らなくてごめんなさい。また面白いのあったよ、はい、鈴木さんが日本で一番多い。人口の 7% は鈴木さん。やば、お、全国初の普通選挙は浜松で開催された。木材パルプ工業発祥の地。世界初のショパン像のレプリカを作ったうなぎすっぽん養殖発祥の地。日本初の国産旅客機作りました。日本初の写真フィルム。日本初の木造機械。日本初の電子式テレビ作りました。パイオニア魂の塊じゃん。これ右手浜名湖ですか。ちょっと見えないんだけど。見えないけど浜名湖ですね。今の橋渡って湖西市に入りました。こちらの湖西愛知県との県境なんで、もうラストです。今回の旅もう本当にもうちょっと。湖西市トヨタグループ創業者トヨタ佐吉さん出生地です。すごい、トヨタさん。一番最初に出てきた言葉がブラジル人がいっぱい。いやでも、 なんかもっと間違いない間違いない、まあ、それは住んでた人の体感でね、うん、餃子とかしか知らんかったわ。東京とか横浜はもう最初に鉄道通したじゃん。こっちは鉄道なかったから、俺らは車作って移動してやるっていうなんかがあったんかもね。あったかな。あら、道の駅あるよ。潮見坂、最後の道の駅じゃない。ここも結構気持ちいい道ですね。国道1号で海沿い。風力発電あるね。風強いんだわ、うん、分かりやすい。でも全然日落ちる感じじゃなく、静岡横断できそうですね。本当だね、よかったよかった。夜じゃない、最後はちょっと晴れた。最後海でも見て。そうだね、今潮がすごい。波は高くないんだけど風でそのままポワってきてるからね、うん、めちゃくちゃ綺麗な砂浜だね。いいね、めっちゃ綺麗じゃん。これだこれだ。若干海沿いじゃないの。これ海見えるかと思ったんやけど、あっちか。お前は空風、ドア注意。わあ、すごい、あとちょっと、あとちょっとね。静岡が終わるのよ。そうだね。こちら、うん、国土交通省が言った通りやろ、うん、そしてこれが夜のお菓子で、あとね、もう一個、静岡と言ったらこれですよ。コッコココッコピヨコッコ、静岡行くのも帰るのも、あのふるさとの味です。これ卵パンみたいやね。足湯があってそっから海が見えるってことね。あー、なるほどね。足は温まるけど髪の毛はボサボサになりますから、ね、風で。じゃあもうあとラスト5分ぐらいですけど。いやマジでもう一瞬で終わっちゃうけど、はい、行きましょう。でもよかった、静岡土産が買えて。何しろグルグルしてる間に変わってたりしない。まだ取れんかったんやけど、ね、さあこっから海とはおさらば。ありがとう静岡。長かったよ本当に。マジで長い。長いです、うん、長かった。皆さんおっしゃる通りでした。ほんまに長かった。で1号は左でちょっと降りるんですよね。1回この潮見トンネルを越えて出てくるんじゃない。あるインターチェンジの方は時計。これは降りまーす。あー、なんかでも上に愛知あるね。こっちに愛知がある。下にあるのか。あー、あった、愛知県豊橋市。ここはここはここある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 ほらそこそこあった。はい、こちら愛知県豊橋市ゴール。お疲れ。長かった愛知県。
なんと今4時24分11時半出発なんで約5時間かかりました。はい、あのね、うん、何どうした？距離的には別にそんなやんね。だけどハンドル握る力が強かったのか今日はマメできちゃってさ。おめでとう、もう頑張った証。やだ何のマメって言ってハンドル握りすぎてみたいな。桃源だけやっぱハンドルさばき忙しいんよ、うん、まあ野球もね素振りでタコできて一人前って言いますからね。道路企画するものとして、うん、あのハンドルタコできたっていうのはねちょっと一人前の証かなっていうので。そうですね。いやそれにしても皆さんがおっしゃる通り静岡県は長かったです。いや長かったな。なんか別の疲労感があったな今回。一定の速度で変わらない景色は結構きついね。うん、まあただ海沿いはすごい綺麗でしたね。うん、テンション上がるよね、うん、素晴らしかったです。はい、ということで国道1号日本橋からスタートして静岡県制覇して今愛知県に入ったということで、またいつかゴールの大阪まで頑張りたいと思いますので皆さん引き続き見てください。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、メンバーシップ登録よろしくお願いします。頑張ったー。